はい、どうも皆様、こんばんは。そしてこんにちは。そしておはようございます。黒い餅ということでね。今回はね、なんと、港を作っていきたいと思う、作っていくじゃない。作っていきたいと思う。ああ、そうね。昨日ね、ここやったんですね。今回港をね、どこに作ろうかということで。港はね、石をどんどん使って。実際にね、何でしたっけね、宇野港？高松からね、宇野まで行ったことあるんですよ。高松から宇野まで行って、フェリーで、1ヶ月ぐらい前ですけど、まあそんな感じで、簡単なね、まあ大規模じゃなくていいんで、旅客船だけで、貨物車とかでも輸送はできるんで、まあ旅客的なね、そんな感じで行っちゃいたいと思います。わかりませんけど。で、どこに作るかっていうと、まあでもここでいいと思うけどね。思いますが。ここに、こっから船到着して、これ、船がこう行って、でもそうだったらね、座礁しそうですけど。ここ行って、ここに着くとかね。それがここ停泊して、一番手っ取り早いのは橋かけることなんですけどね。まあでも最初の方は港でいいでしょ。こっからこう来て、ブーンって来て。あ、でも役場があるからここら辺でもいいですけどね。ここ来て、で、次に本土の港。ここら辺ですかね。ここかここか。に行くみたいなね。そんな感じでやっちゃいたいと思います。はい。じゃあ、準備を進めていきましょう。ケンケン。剣を持って、殺害。よいしょ。いやー、食料がないですからね。サトウキビ、行きたいって言っても、食べられませんけど。現実だと食べられるのになんで食べられないんですかって。わからんね。マインクラフトの作曲者、作曲者じゃない。まあ、制作者に文句を言えないですけど、私は、立場としては。もう感謝ですよ。いや、こういうゲーム作りたかったね。いや、今、スクラッチでね、航空管制のゲーム作っていってるんですよ。まあ、僕艦みたいにね、あんな CG はできないけど、レーダー上で作業していくみたいな。すごいな、これ、本当に。いや、丸い字があったはず。ナイス。とりあえず丸石を掘って、港の原材料的なね、感じにしちゃいましょう。とりあえずあっちで石をね、どんどんやっていきたいんで、掘りたいので、石。ツルハシですね。なんで丸石2個は同じとこにあるんだって。でもこの、ピスタも限界が来てしまっているので、これは、羊毛あるじゃん。花崗岩は今はいらない。サトウキビもいらない。土もね。まあ、ポートは持っとこう。これもいらないけどね。あ、これ入ったね。じゃあ、一回、あ、鉄だったね。鉄とりあえず精錬したいけど。鉄なくなった？鉄7個あるね。じゃあまあこれで石集めましょう。ね、クワがいらない。シャベルもこんなにいりませんよ。ちょっとチェスト作るか。木がある木。あるね。ちょうど8個。トゥルトゥ、トゥルトゥトゥルトゥ。はい、テスト。置いて。で、いらないものは、どん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 。日野の2ドン。2トントラック。準中型免許が必要ですよ。
いや、昔はね、普通トラックでね、普通トラックじゃない、普通免許で8トンまで運転でき、ま、できたのにね。まあでもそれは事故起こるよね。で、どこでしとくか。あ、そうそう。まあ、走らなければいいけど、腹ヘッダーになっているので、早くこれ育ってほしい。あ、育ってますね。育ったら一気に。なんでそこだけ育った？こっちで燃やして、下で、あれ採掘し続けておきましょう。原生完了進行形。とりあえずこれを持って、松明くんがない？じゃあ、もらっていこう。松明くんを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。こんなもんで。松明。こっち。で、クワがいらないと。これで石掘っていきましょう。石掘るのはね、結構作業とかなるんじゃないですか。石掘るのはここら辺。ちょうど危ないね。でも地下ですね。地下なんでそれほど。もう石はね、こうやってずっとこんな感じで作業していけばいいんで。なんかゾンビの声が聞こえるね。ゾンビの音が聞こえるぞ。心配なんでこのまま。あ、持っとこう。なんか左から聞こえるね。いるのか、ゾンビは。ゾンビー。いる予感がしないけど。洞窟に当たったら怖いね。めっちゃこっちにいますけどね。めちゃくちゃ音としては。どうなるんだ？どこにいるんだ？いないか。まあ、うるさいですけど。このまま進めようか。こっちから掘ろうかね。はーい。どんぐらいあればいいのかっていう話ですけど、あ、石は、桟橋のとこですよね。別に桟橋ってなくていいとは思うんですけどね。まあ、他の形の船も来ると思うんで、自分が乗った船はね、面してればいいだったんで、道路にね。桟橋は別にいらないんですけど、まあ、とりあえずということで、見栄え的にね。まあ、あとは販売所とか待合室とか、待合室とかもね、作っていけたらいいね。これ毎日撮影してるんでね、隣の人とか、上下からの人のから苦情がね、来るかもしれないけど。まあでも、私のね、鉄筋コンクリートなんで、あんまり響かないとは信じたいけど。家具をいっぱい置くことで防音っていうのもありですけど、完全に防音になることはないけど。あ、壊れちゃったね。現在の時間は16時20分。いつまで撮るんかな？それは自分による。わからない。まあ、これで100個ぐらいじゃないですか？折れたのは。視点を移動せずにずっと掘っておける体勢がこれですね。いや、早くフェリー、港作ってね、道路を作りたいね。やっぱ道路作るっていうのはね、羊毛でも全然いいんですけど、なんか歩いた時の音がね、モフモフしちゃうんで、
あんまり現実的ではないよね。それだとテラコッタがある。まあ、ちょっとだけね、地図調べるやつでね、見てきたんですけど、西の方に、ミサがあるらしいんで、そこで資材めちゃくちゃ取っていこうと思います。まあ、ネザーでつなげばね、問題はないでしょう。あ、でもネザーはあんまり使いたくないよね。現実的じゃないですからね。まあ、ネザーは、なんか、心霊の世界みたいな感じで、非現実的な感じと結びつくんじゃないですか。石がいっぱい取れます。まあ、桟橋はね、まあ、45メートルが45メートルぐらいだったんで計算してみたら、6.5メートルかける40メ、45なんで、90かける3で270。で、それが、まあ、下まで5ブロックぐらいだとしたら、まあ、1000超えかな。まあ、1000ブロックあれば、なんとかは、表面上はできる、とは思いますが。ぼっち、まあ、結構できてますね。自分の家のさ、ここの前、どうにかしたいですけどね。これをどうにかして、いや、これがね、邪魔なんですよ、このくぼみが。これをどうにかしないといけないよ、というわけで、ここに橋でもかけます。でも橋をかけるっていうのはね、ちょっとナンセンスですよね。でもこれを生かして、でもこれを埋めるっていうのはさ、地形をね、有効活用しないっていう感じなんで、ちょっととりあえず道作っていきますか。家から役所まで。まあ、別に今後道路を通す予定はないけど、いいよね、別にね。ここを2個を削っていく感じで。123、123。じゃあここも123。こんなもんでいいでしょう。壊れるね、普通に。すぐに。で、丸石を埋めていく。これ丸石じゃなくてもよくねって思うんですけど、こういう時こそ、あれですよね。大理石調の、あれで、なんだったっけ、戦力岩。この石か。やっぱこれが一番ですね。なんか丸石を取るっていうね、方向からどんどんずれてますけど。まあ、とりあえずいいんじゃないですか。そんな使わないですよね。60個ぐらいあれば足りると思いますが。まあ、歩道みたいな感じで。やっていけばいいでしょう。
オッケー。まあ、もうちょっと取って、磨きにして、終わりでいいでしょう。オッケー。なんか暗いな。まあ、それ掘ってますからね。ここ、登れるようにしときましょう。上に行っちゃう。やっぱ石はコンクリートみたいな見た目を、醸し出しますね。あ、今の間に丸石とかも置いとこうか。これか。で、戦力眼。変妙。磨かれたやつにして、で、いっぱい。あるだけいいですからね。自分の土地から出る。めんどくさいね、階段上は。これで後で埋めていくよと。で、ここもね、なんか問題ありますけど。ここは埋めましょうかね。なんか全然違うことをやってますけど。まあ、船、港までの道作りなんで。この燃やしている時間もね、有効活用していきましょう。で、石を取る。土か。土を取る。まあ、取れるだけ取っておこう。階段を使わない。ここはね、ここ、こんぐらいから。はい。はいはい、はい。丁寧に埋めていこう。どこが丁寧？ここもだんだん状にね、していきましょう。めちゃくちゃ土がなくなってくね。はい。これね、ホイールをクリックすることで目の前にあるブロックと同じ持っているブロックをね、出すことができるっていう。皆さんやってみてください。危ない危ない。ここは埋めとこう。はいはい、
こんなもんで入れちゃおう。まあ別に1段じゃなくても2段ずつとかでもいいんですけど、ちょっとバランスが耐久不安定的な感じがするんで、なるべくはやりません。で、めっちゃ使うね、ほんとに。バカバカ。フルボックだどん。はい。もう64しかないぜ。はい。よいしょ。マイクに当たっちゃった。はい。はい。木の在庫がなくなった。あ、でもいいね。結構。こっちとは別にお道があるよと。こう来て、うん、ここを削るかじゃ。しばらく夜が続くよ。すったすった。木を切ることで、いちごじゃない。リンゴを回収できる。ここで、木炭を、こんぐらい取って、ここに半分入れる。こっちにも半分。で、これを入れると。こっちにも入れて、入れるよ。で、ここにも入れるよ。あと何だったっけ？土ね。土を持っていこう。はい。敵は湧いていないでくれ。湧いていません。じゃあ寝ましょう。どん。あ、でもすぐ埋めれますね。もう一段する？でももう一段した方が見栄えはいいよね。こっち。うん、ね。大規模すぎるけど。しとこうか。こんなもん。赤色の染料。はい。はい。
ガラスは別にいらん。どんどん埋めていきましょう。一瞬でなくなるよ。よしよしよ、もうないぜ。よいしょ。まあ別に家と同じ段にしてもいいけど。使いやすくしましょう。土の音をご唱和ください。はい。よいしょ。土。なんもない。持ってないです。この高さに合わせて不備があったら後で合わせましょう。スタスタ遅いわね。もう繋がってるし、上植林場ね。ずっと植林場何っていうか忘れとったわ。ずっと伐採場って言っとったね。レベルアップ、珍しい。11、今いらんやつはこっちに入れよう。竹はいらんけど使えそうですね。まあ、このあたりで、斧、斧はいらんね、完全に。まあ、土をいっぱい持っとけばいいよということで。向かいましょう。あ、結構綺麗になってきた。なんか滑走路みたいですね。こんな細くないけど。空港も早く、早い段階で作りたいよね。空港は需要がないとね、旅客需要がないと運航できませんから。ドルドル。でも早い段階で空港も作っていきたいよね。あと20とか。いやね、マイクラ PE でね、友達とやった時あったんですよ。12ぐらいの時ね。その時に滑走路ね、100メートルぐらい作って終わりましたね。いやでも100メートルって相当ですよ。45メートル ×100 メートルなんで4500ブロックも使ってるから。普通の滑走路は3000メートルなんでね。
マイクラでやろうと思ったらかなり大変ですけど、まあやるしかないですよね。まあ当然やりますよ。はい。今後このマイクラで作った土地でね、小説とか書いていきたいと思うんで。はい。ドン。で、船作ったら人工輸入してくるんで、建物とか。でも発電所と水道、水力発電所いるじゃん。水力発電と水取り込むとこ作ってさ、住民に水道供給しないとね、まずいですよ。ここはいいでしょ。ここは削っちゃって、こんなもんですね。ここの二つもいいよ、多分。で、これで迂回してくるみたいなね。で、これを引いてこよう。あれ？あ、あったあったあった。あーんって言われた。あれ、掘っちゃった。掘っちゃった。こっちね。隙間があるのは気にしない。あ、いいね、この歩道。うえうえ、うるさいね。くしゃみだ。危ない危ない。これ邪魔ですね。削っていきましょう。はいはい。どんどん作っていくよ。で、こっちに置くと邪魔になるんで。これ邪魔ですね。揃えましょう。で、こっちも増やそうか。こんなもんですか。これでいいかね。はい。暗い。ドド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 ドまあ、とりあえずこれで。こうですね。あとは歩道の横に松明つけて。明るくしましょう。かゆう。この島に道路を作る余裕はあるんでしょうかね。ないと思いますよ。で、ここね。こうですね。せっかく整地したのに。あっちもなんか、まだ、整備不良がある。整備不良。どんどん街が出来上がっていくぜ。
まっすぐ行きましょう。なんか埋まっていってる感じがする。砂の音がずっと右の耳から聞こえてくるね。でこれで道をどんどんつなげよう。なかった、はい、消滅した。これが終わったら、ハーフブロックをついていくと。何でした？下になりますね。こうしたら熱感は多分。今上についたので一瞬下になったよね。これ悪質。悪質。ほら、また下についた。今の見たか。ひど。下の方になったら下につくんか。ここら辺に家作れるよ。何でも作れ。ほら、こんだけ広い。道路。動線。こんなもんで OK。まあ、道はとりあえずあそこまででいいでしょ。問題は石ができているかどうかですね。石をもらおう。あ、最初とりあえずこんだけあればいけるでしょ。とりあえずここに石は移設で、土も戻しとこう。で、港をどうするかですよね。食料がなさすぎる。なんか携帯が鳴ってるな。食料はどれ？まあ、焼いとこう。焼いて食べましょう。何にするんだったっけ？そこは石で港作ろうよね。ちょっと一旦。検索していきます。で、何だったっけ？港じゃなくて何だったっけ？やばいやばい。記憶喪失中。これ本当にゲーム認知症ですよ。何をしようとしたかすら忘れる。
何くせやろうとしたっけ。しっかり考えないといけないですね。何しようとしたっけ。何を調べようとしたんだったっけ。忘れたわ。何だったっけ。まあ、とりあえず皆さんはこれでも見て、はいはい、で食物ね、え、とりあえず港作るって話じゃなかったっけ。あ、そうそう、テラコッタですよ。テラコッタ、テラコッタを染める方法。テラコッタ染める、染め方。テラコッタの作り手がたったとか。ああ、なるほどね。テラコッタを染料で囲むと。ああ、なるほどね。ああ、めちゃくちゃ道路っぽい。まあ、道路は取るとして。今から港の建設始めましょう。で、上、あ、走れますね、もう。で、位置をすべて取っていこう。で、車が通るように道も残しておきたいんで、この島に車って必要？まあ、必要か。必要だと信じて、地図見ましょう、地図。なんか、エンダーマンにえぐられたみたいな。いや、エンダーマンえぐっていくからね、嫌ですよね。あれ、器物損壊罪でさ、警察に突き出せんのかな。で、また来ました。いや、もう港はここに来るっていう前提でもういいですよね。ここに止まって、発射して、こうね。え、でもさ、車乗せてさ、満載な状態できたらさ、降ろせんくねって思うけど。一回降りてもらうか、じゃあ、それだったら。右、船で、車乗せて、ここで、降ろす。ああ、じゃあこの島に用がある人は先に降りてくださいって言えばいいんだね。ああ、いいじゃん。で、ここに来ると。とりあえずこの島だけですよ、港は必要なのは。しかももう、夕方ですよ。違う。で、港はどこら辺って。ここら辺、元からあるね。有効活用したいところではあるけど。ここに作る方がいいよね。やばい、ベッドを持ってきてないんだ。なんでそんなことをしてるんだい。いや、だってベッドを持ってきてないからですね。暗くなるとは思わんかった。時間が有限すぎる、マインクラフトは。はいはいはい、寝ます。これ鼻息がさ当たるね、マイクに。
鼻息当たったらまずいんで、ちょっとマイクの位置を調節しときます。で、口いっぱい持って、アイマットもちょっと持って持っていきましょう。で、ここら辺に駐車場設けときますか、島民のために。ここから先は車では行けません。なんたって狭いんでね、めちゃくちゃ。で、その駐車場も作らんとね。地下駐車場にするか。いや、もう食べ物やらんといけない。やっぱ港はここがいいよね、やっぱ。この位置邪魔すぎるけど。ここ展望台みたいにしたいよね。なんとかこう展望台。じゃあここに港ね。あ、いいじゃん。で、そのためのスコップを持ってきてないっていう。非効なんとも非効率ですけど。とりあえず、砂を3メートルぐらいまで入れろか。もう食料が足りなさすぎてすごいよ。こんだけ走るとは思わんかった。じゃあネザーへ行って、エンド行って、エリトラ倒してくれいいんじゃないって。いや、エリトラの耐久がなくなるから、そうしたら。ウーバーイーツを、軽自動車で配達するようなもんですよ。ウーバーイーツってさ、そうか。配達できんもんね。スコップね。喋るが喋るよ。あっちにさ、拠点持ってった方がいいよね、完全にね。村役場の方に。で、まあ、シャビルはめっちゃ使うと思うんで。で、作業台とチェスト。チェスト用の木もないね。まあいいか。とりあえず、掘削しよう。待てよ。こっちで、パン。パンの栽培を始めないと。もう昔とだいぶ見た目が変わってね。昔ただ緑だったんですよ。はい。これで、お、種。めちゃくちゃあるじゃないか。この種を、こう並べていくよと。はい。もう結構綺麗になった。この辺もまだ開発段階ですけど。もう太陽真上なんで、そんな時間経つの早い。で、こっちが展望台で、こっちが港ね。ここに船がドンと来るっていう感じで言いましょう。で、水面から 1,2,3 段こんなもんで行きましょう。まあ、砂落ちるの待っておけばいいんで。まあでも上からやっていきましょうか。どんどん。あっちに島見えてますけど。とりあえず基準となるのはこの島ということで。政府が誕生しますよ。いやでも絶対政府の機関この島に置けませんからね、狭すぎて。ちょっとした住宅ね。今ね、ちょっと小説作ってるんですけど、まあその設定は江田島がね、めちゃくちゃ発展しちゃったよっていう、ベッドタウンになってしまった。ビルとマンションが乱立するっていう、それで交通機関が大混雑っていう、
その江田島の左上になんかちっちゃい島みたいな地図で見たらあると思うんですけど、そこにも住宅びっしりということで、そんな設定、その島みたいなね、感覚的には何島っていうのかわからないけど、何島だったっけ、砂を永遠に掘り続けないといけないっていうね、まあ、肉体労働的なね感じではありますが、まあ、とりあえずここまでですよ。ラインは、はいはい、落下砂、まあ、これも邪魔になるんでね、もちろん砂と土って共存できるんですね、マインクラフトの世界でね。そんなことはないって思ってましたけど、普通に砂漠と隣り合わせっていう、まあ、ただの砂浜ですけどね、これは。判断が結構低めということで、あ、でも結構下のとこまでね砂ですけど、結構下まで砂だったらいいね。うう、すぐ壊れる。はいはいはい、これも港を作るためです。港を作れるまで終われませんっていうね、そんなことはないか。はいはい、あ、上これやらんでいいわ、こっちからやるんだった。とりあえず石で削ろう。スターガン、これスターガンも結構使えますよね。そんな4段ぐらいの時にぐらいしか使えんけど、持っていこうか。ツルハシも壊れる。砂岩があるとは思わんかったね。お、これ結構使えるよ、松明技。はい、はい、はい、あ、いいじゃん。いいね、でんでんでんって音がするね。
あ、もう反対側まで抜けたわ。大変罰がありすぎる。いや、こんなことになるんだったら普通にやっとった方が早いね。砂が持ちきれない。しかも走れんくなったし。いや、食料不足が深刻すぎて。本当にね。置いていくぐらいしかできんよ。はい。OK。もうそろそろパンができるはず。できるようになるはずです。もう地図材料のサトウキビが大量にある。土。じゃあ砂を入れよう。砂岩もあります。いらんものは、今これはいらんよね。しかも土があるし。今、これは持っといて。で、何だったっけ？あ、食料、パンね。全然育ってない。いや、絶対これ明るさに影響されたでしょ。走れません。まあ、とりあえず走れるようになるまでは回復しよう。OK。でもこの前ね、カレー屋さん行ったんですけど、ナンがでかかったよ。まあ、カレーの大きさはね、大おかずぐらいの大きさに入ってて、で、それにナンをつけて食べるという、ね、ナンがご飯大盛りぐらいの量でね、それを2個いただいて、昨日はね、夜ご飯を食べなかったよということで。ガウシ。で、上からどんどんやっていきますか。崩ってんとこは崩していこう。めちゃくちゃ狭いね、この島。はい。いっぱい取れますから、今回は。
どの板を。動かずに掘る。これで動かなくてもできる。あ、大体届く。どの場所も。パッ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 と。どんどん掘っていきます。船の横幅は何メートルぐらいだったっけ ?20 メートルぐらいだったっけ、まあ、船のオブジェとかも作ろうか。Okay. はい。どんどんいっちゃいます。スムーズ。まだ昼か。あ、今回は遅く感じるわ。あ、もうないわ。シャベルがない。あ、まあ、走れるわ。まあ、ガラスは今後いろんなとこでも使えるんで。石でできてます。ここも掘ろうか。よいしょ。来ましたよ。あ、もういっぱいですね。で、ここでちょっと掘っていきますか。久しぶりに来たんで木を掘りましょう。ポンポン。こんなもんでいいよ。エクワは完全にいりません。鉄のツルハシもいらねえ。で、これも小麦。パン2個作って帰ろう。ん？はい。回復。2個半ね。
最後のさ、ブランって音はさ、ゲップの音なんかね。で、石が、ないね。全部してしまったわ。いや、計画性がないね。私はね、計画性がないおばあちゃんじゃ。空間が出来上がってしまってる。まあこんなもんあればいいでしょう。これでね、2段の次はジャンプできるんですけど、めちゃくちゃね、空腹量が早くなりますから。気をつけておいてね。あ、こっちだった。あ、まあ、こっちでも作れるか。あ、でもこっちの方がいいや。迷ってる暇があるなら。夜間も作業しますか。家の周りは大体湧き潰ししたんで。ポチッとな。ポチッとな。ポチッとな。入れときましょう。まあ多く持っといて損はないね。どんどん下っていこう。ここら辺結構暗いわ。よいしょ。あ、そこら辺めっちゃ暗い。光源だけ。ここら辺もね、多分削ることになると思いますが。暗くなったよ。まあいいです。まあいいでしょう。はい、おっと、なんか痛い。いた。叩かれる。このままちょっとまずいぞ。ノーマルってこんな厳しかったっけ？エンダーマン。作業続行。ゴポゴポいってんな。村人ゾンビだ。はい。あ、寝てから行きましょう。やっぱ夜はあっち行っちゃいけませんね。はい。
死亡死因集作りますか。パート1000まで。牛がいます。めちゃくちゃ落ちてます。ヘルメットだけカールぶって、どうなるんだ。刺さるんかい。消滅しませんね。3段目でしょ。1,2,3。ここが道路になるってことは2段目まで掘らんといけないんですよ。長い作業に頑張りましょうか。いっぱい掘ってきたぜ。折れてきたぜ。もうだいぶ来たよ。だいたい歩かずにできるね。折れる。作業系はね、結構喋らないんで苦情はないと思いますよ。まあ、元からないけど、鼻がかゆい。1,2、ここまで掘らないといけないですよ。掘りましょう。じゃあ掘らないといけない。じゃあ掘ろう。こっちまで掘っていく。これで一段ずつやればいけるはず。はい、はい、はい。ここはいいや。やらなくてもいいです。溺れとる人の声がするね。はい、はい。柔らかいね、サガ。どんどん行こう。大作業ですね。ビッグイベント。
こんなもんかい。よいしょ。作業作業。でも意外と船の横幅はね、15メートルぐらいだった気がします。はいはい。めちゃくちゃ掘れますね。え、15メートルだったっけ。まあ、とりあえずここら辺は掘ろうか。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,1,2,3,4,5,6,7,8,8 か。あ、でも他のとこも。邪魔ですね、あなた。危ないね、結構。夜だったら上がってくるんか。なるほど。で、1、2。じゃ、ここまででいいです。よし、どんどん。ドンドラオンライン。はい。いいね。スコップも、ブルハチも。壊れそうや。どんどん。まあ、こんなもんでいいか。道路じゃないところでもこんぐらいにせんと
はい、はい。よし。体力もないし。帰りましょう。お港。結構港遠いや。スケルトンに撃たれそうな気が。以上でした。はい。はい。あ、ベッドあるじゃん。ベッドあったじゃん。まあでもいいや。クリーパーは。でん。もうちょっと作りたいよね。テスト。資材置き場になってますけど、完全に。これだけじゃ足りんね。この中に入れちゃおう。もう全然ないね。じゃ作りましょう。はい、防具。ドン。一旦こっちに入れよう。あっちゃん。小麦もこれもいらない。紙もいらない。土も棒もいりません。ツルハシはちょっと用意しますか。まあいいや。喉が痛いわ。まだまだ。喉喉しちゃうの。市役所の横になんか作りたい、ね、公園みたいな。まあ、島全体が公園みたいなことはあるけど。音。あ、砂はね、とりあえず持っていこう。1,2 ここのね。どんどんなくなっていく。目に見えるものが真実とは限らない。何が本当で何が嘘か。もうめっちゃ掘れる。いや、疲れるね。何をやるにしても疲れる。砂がある。なんで砂を掘ってないんだ。
上か。いっぱい掘られてます。はい、何もなくなった。車が降りるとこで、こっちが桟橋ね。じゃあこっちもいるじゃん。いや待ってよ、いらんかもな。あっち側にやるから。じゃ港拡大するときに必要になるかもしれん。いや別に拡大する必要ないんですよね。一つしかいらないから。で、ここ全部道路でしょ？コンクリートね。で、ここにあって桟橋かけていくんでしょ？食料がなさすぎる。つるはしもない。あ、馬おる、馬。遅すぎる。ちょっとでもいいから作物を。5個。こっちね。しばらくちょっと木を掘ろうか。木を掘って作物の成長を待とう。砂があって、もう思考停止してますね、完全に。サガン入れて、斧ね。木取ってチェストいっぱい作りましょう。で、これで取ったらどんどん生えてくるんですよ。上の葉っぱがなくなるんで。取ってる間もどんどん生えてくるというね、有意義な植林。はい。このね、木材を、あ、売りましょうか。木材トレーラーに積み替えて。そういう林業もやっていきたいね。
白樺がありすぎる。OK。 もう夜ですね。で、これで、これ全部、これにして、これ全部テスト、これ全部テストと、こんなもんでいいでしょう。ひどいね。はい、戻りましょう。全然育ってない。家にも置いとくか、ちょっとは。なかなかね、資材が集まらない。食料はね、少ないですから。はい、パンを食べて。港へレッツゴー。鶴橋、あ、ほんまじゃん。いや、本当にね、記憶喪失なんですよ、最近ね。ゲーム認知症ですよ、これは。紛れもなく。そして丸石がないっていうね。綺麗に丸石がないね。まあ、木のつるはしでいいか。で、石ではできんのよね。うん。ちょっと丸石掘って。ここら辺から取れるよね。別に。まあ、ここは大丈夫。取ろう。かゆ。で、これで、ツルハシ作るね。ツルハシは、ポン、ポン、ポン。
石は今いらんよね。もう掘るだけなんで。これもどんどん入れちゃおう。まあ、シャベルよりはツルハシを使うよね。よし、来た。ここは港として開拓していく、されていくわけですね。すごい掘られる。掘りムービー。いやー、めちゃくちゃ長いね。で、道路はテラコッタでしょ。いや、普通の国道は、もう、1とかにするかな。でも1はあんまり面白くないよね。1はよく出るから。テラコッタにしよう、普通の道も。はい、どんどん取っちゃいます。すごい開けた、開けてきたね。ここが港になると思うと感動ですよ。ただ掘ってるだけですけどね。クリーパーらしき人物が見えた気が。そりゃそうなるよ。まあ、ここに車が来るとして、まあ、ここら辺もまだコンクリートではあるね。ここら辺までコンクリートにしましょうか。早いね、壊れるの。こんな感じ。
ドンドラーナナ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 ナ高松港ですから。ステージだけしては今日は終わりとかなんか悲しいね。とりあえずテラコッタ持ってきます。東の方に行って、そのためには食料を持っていかないといけないよ。そのためにが多すぎる。いつも何回もね。まあ、羊屋行こうか。帰りながらいろいろ倒していきましょう。遠すぎる家が。1分ぐらいかかるんじゃない？まあ、本当にね。子羊は見逃す対象です。テラコッタ取りに行きますか、じゃあ。で、黒く染めるためにはイカスミが必要なんですよ。そのイカスミはどうやってゲットするんですか？え、黒い染料ってイカスミ以外でも取れるんですかね？マイクラ。クラ。黒の染料。入手方法と調べています。イカスミ以外。イカ以外。イカ以外じゃなくて、イカね。イカスミ1個で8個しか手に入らないよね。これあまりにも非効率すぎると思いませんか？じゃあ羊毛で良くないってなるけどね。じゃあ羊毛にしましょうか。じゃあ羊毛作るために牧場作るかじゃ。うん。じゃあ牧場作るために整地をするので。馬が二代目愛をしとるぞ。成長が遅すぎる。馬が睨み合いをしておりました。はい。では上に一定資材の確保。まあ、木を取って、いちご、りんごをね。取るっていうのもいいと思いますが。サゴは。はい。じゃあ牧場作りましょう。大きい牧場があるなら、農牧場もあるはず。
あ、ここにね、とりあえず。あ、いいじゃん、いいじゃん。とりあえずそこを牧場として制定して。木から作ろうか。オークね、オーク。オークをポンってやって、OK。これじゃちょっとちっちゃいよね。全部集めて、はいってやって、ポン。一回羊を染める必要がありますね。まあ、それか黒のね、羊がおれば、もう問題ないけど、全く。あ、フェンスゲート作ってないよ。フェンスゲート。うん。まあ、2個ぐらい作っとくか。多くのフェンスね。で、羊はね、草を食べるんで、二つぐらいに分けた方がいいかな。縦長な感じにして、うん。食べれるようにした方がいいよね、草を。え？そんなことにしろって言って誰も言ってないよ。まあ、こんなもんか。小麦で羊を連れてきようか。羊はね、何マス以上に動けるんだったらついてこんみたいなのあったっけ。マインクラフトモブ消滅範囲フェンスで検索。こん中って枠かな。こんなでかくなくてもいい、別に。まあまあいいでしょ。なんで入らんの？はい。はい。これに入ったと。で、受精。で、あと黒に染めてあれば、あげればいいね。で、イカスミ取りに行くか。イカスミ取っていいの。いや、港こっちの方が良かったと思うけどね。いや、ほんまじゃん。イカおる、イカ。全然おらんね。食料がないときついね。ちょっと小麦、集めたい。
ちょっとね、空腹の限界なんですよ、そろそろ。2個しか取れんかったよ。で、羊が消えないか見張っとこう。あの大きさで消えるっけ？羊何マス以上に動けると、と消滅するよみたいな。ありますよね。まあ、フェンスはもういらんとして、斧を作ろう、斧。斧作ってちょっと、待ち時間にしときましょう。多くの方集めようか。すごい。4本生えてる、ここ。すごい。6本も生えてるよ。5本だか。超巨木。だいぶ遠いね、取るのに。うん、どんどん取れるね。よいしょ、いっぱい取れます。暗くなってきた。あ、暗いね。じゃあ戻ろう。しどろ戻ろう。食物が育つまで待ちましょう。長い辛抱。ポチ。うん。なんかツルがあってなんか変な感じですね。はいはい。いや、めちゃくちゃ取れるね。やっぱこの栽培方法いいわね。こっちも2個連続だ。はいはい。まあ今回は全然港作れませんでしたけど。早くエンチャントするしかないね。
トゥエグントゥエグントゥエグントゥエグハンドシップだよ。やぐにゃぐにゃぐの虫のよ。体験したいですの歌。韓国で有名。このままじゃ。リンゴ落ちてこないんで最終手段を使おう。それはなんとこれだよ。もう3スタック。ほらリンゴ落ちてくるでしょ。これだいぶ広がる広がる。2つつけるよりはね結構広がっていくんですよ。で、こっちも、まあ、成長はしていると。リンゴ。おー、すごい。燃え盛っている。やばい、こっちにも燃えた。そしそし。上だけで燃えるのは。燃えるのは上だけにしてくれよ。あんな高いところまであったんですね。で、そろそろこれらが成長してくるよ。あ、こっちは抑えられてる。結局リンゴ2個しか落ちんかったわ。16個。もう成長したし。まあ木炭にしますか。こっちです。はい、こっち。こっち。パン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 。パンパン。よいしょ。あ、白川も3つ置いとこう。4つか。で、結構小麦が育ってきたよ。マックですけどね。プラスマイナスゼロ。いや、今回は何もできんね。ほら、羊こんなにね、食べるんですよ。卵。投げてしまった。まあ一応これも集めておきましょうか。伸びすぎ、めちゃくちゃ。台湾鋼鉄乗ってみたいよね。台湾ガウリエ。一日フリー乗車券が1万円ぐらいで買えるって。外国人なら。素晴らしい制度。陶器はここに置いとこう。で、多分一個ぐらいね、もう伸びてるんですよ。伸びてなかった。まあ、その代わりこっちが伸びている。こんなことをね、どんどんやっているんですよ。種落ちんね。そんなことあり？あ、2個落ちた。
まあいいでしょう、こう、鳥の口は。じゃあ、羊毛で、都市を作って、まあ、張り替えればいいし。で、リンゴ欲しいね。リンゴ欲しいんで、どんどん掘っちゃおう。で、今日はイカスとミートッチ、イカスとミじゃない。イカスミ取って終わりにしましょうかね。イカスミ。お。いや、もうすぐ生えてきますからね。これで自動的に処理が始まるはず。あ、生えてる、なんか、後ろで。オッケー。はい。で、他のやつが出る前に、先にやっとこうか。リンゴ落ちないか。なんか邪魔なやつあるね。おお。生えた生えた。お、リンゴ。今日終わったら久々にウーバーイーツ行くか。配達。もう1ヶ月ぶりがうがいかもしれん。収益が見込めないんですよ、最近。接客もわからんくなってきた。ウーバーイーツ以外できるバイトがね、あんまないからね。他にバイトね、免許もあれば運転したいけど、初期投資が高い。リンゴ食べましょうか。もう一個リンゴくれないか。え？でっか。ありえないほどでかいね。で、下の方だけ掘って、たわん分はもう、もう放置。もうこの時点で普通の木3個分ですから。いやでもウーバーイーツあんまりしたくないんですよね。もうめちゃくちゃめんどくさいんで普通に軽作業とかやりたいわ。でもその軽作業に一回行ったんですけど、自転車で1時間かかるところでしたわ。4時と4時、無理の4はね、上下バンペアップロアップロ、4時と4時無理の4はね、上下バンペ。はいはい、放火。これ足りるよね。
これで上はね、もう完全こうやって処理した方が早いんで。火がゴミのようだ。こんな感じで燃えていくんですよ。これで小麦粉のさ、種率がめちゃくちゃ低いね。じゃあイカ倒しに行こう。どうもイカ倒しです。イカいる？どこですか？いや全然おらんわ。危ねえ。危ねえ。そしてどう？イカが全然おらんけど。それはないって。まあ自分の跡がある。ドラウンドがうるさいね、めっちゃ。防具つけとったのに。まあヘルメットだけですから。ドラウンドがおる。イカが欲しい。イカが川におるか。イカは川行ってみよう。赤の染料ですね、これは。川というか島の海峡ですけど、あ、火打ち石がない。なくしたわ。ほら、ここら辺イカおるんじゃない？イカ全然おらんね。イカが一匹さえおればね、倒せるのに。はい、まあ、こん中は何もおらんね。結構深いね、この海峡。キリア海峡大橋。全然出んね。イカ。ドラウンドですね。あ、おったおった。やっとおったよ。
よし、来た。ゲットしたな。よし、もう帰ろう。どっちだったっけ、家。めっちゃ近いよ、100ブロック以内よ、家。こっちですね。どう考えても。この地線残しときたいよね。あ、結局回るんじゃん。はい。前まで水の中に水中におったら遅くなるよってのにね、採掘速度が。もう水に触れとったらもらう遅くなるっていう感じになった。アップデートされたんですか？そうなんですか？五円玉お拡大コピー。よし、じゃあ早速羊に与えよう。フランスギク、ジャパニーズギク、あ、それさ、あの日本のギクじゃん。これちゃんとやってやると。君と君ね。で、また新しいのができると。で、君にはイカスミで。イカスミって作るんだったっけ？あ、イカスミから黒ね。だから君は黒です。そろそろ、あんまり生まれないと思うんで。もうちょっと狭い方がいいよね。まあいいか。とりあえず今回はこれに終わりましょうか。いやー、何にもできなかったね。でもまあ道路ができたということで。はい、ありがとう。では、皆様おはようございました。ありがとうございました。あ、ガラスって透けるんですね、これ。ほら。透けるようになったんですね。まあ、そんなことはどうでもいいです。まあ、ありがとうございました。さようなら。